どうもおはようございます。じゃあ今回はですね、一般公開動画で返信動画撮っていこうかと思います。プライバシーに十分配慮しながらの動画になります。まずはね、おはようございます。まあ自宅を店舗とする場合、たくさんねアイデアがあるんだけども、でもいろんな事情でできなかったり、それからやる時期がね今すぐじゃないなってものもあると思うんですよ。まあただお客さんもマーケットもそれから時間も待ってくれないんで、ある程度見切りつけてね、えいやってやるしかないかなっていうところと、あと昨日ね、新潟のナミさんが自宅でリラクゼーションサロンするためにはみたいな動画を上げてくださったわけですけども、そのシリーズの第1回目だったんですよね。で、自宅を店舗にするデメリットっていうのをこのナミさんは大きく感じてらっしゃって、自宅を店舗にしてない選択を取ってるんですよね。まあ、いわゆるお客様が来るところと家族が過ごすところを分けなければサービスに限界が来るよっていうところと、あとはね、店舗を借りるぐらいのコストを稼げないとどっちにしても、行き詰まってしまうっていうところとかね、そういうのを感じさせる動画だったんですけども、その中の一つにやっぱり自宅を店舗とすることで、なんかプライベートとビジネスがごっちゃになってしまって、いろいろと齟齬が起きるみたいなこと言われてましたね。まあでもこれは自宅をビジネスにする方が実際にお客様をお迎えする環境にあるときにね、家族が同居しているのか、それとも自分一人で住んでいるのかっていうところも大きく、選択肢の分かれるところかなと思いましたね。はい、でやっぱりこう一人暮らしをしながら自宅を店舗としている場合っていうのはものすごく自由度が効いて、それこそビジネスに全振りできるわけですよね。だから24時間お客様をお迎えする体制を取ったり、時にはね、3、4日、1週間、2週間、合宿に出ても全く困らないってことがあったり、なんだったら合宿場を自分の自宅兼、ビジネスの店舗にしても全然困らないんで、いつでも合宿の準備を整えておくみたいな感じで、まさにね、自宅をビジネスの現場とするっていうのは、どちらかというと自分の生活の空間というよりも、お客様が常にそこに存在しているっていうことの、意識なのかなと思うんですよね。で、神サプライズっていうね、いわゆる抜け毛の方とかね、頭がちょっと薄くなってきた男性のために、女性でもいいんですけども、これね1週間ぐらいで改善するんですよね。その模様を動画とかで見れるんで、この効果の高さとね、ここに利益の存在する可能性に気がついたら、一問二もなくこれをやりたいかなっていうふうに思うところもありますけども、実際費用ですとかね、施術のスペースの関係を考えてみると、いきなりスタートっていうこともなかなか難しいんじゃないかなと思います。この神サプライズってのは全設備購入に300万ぐらいかかったり、あとはね、設置するのにやっぱりサポートマンに来てもらわないといけないところもあったりとかね、あとは故障とかメンテナンスの時にどうするかっていうところもあったりしますんで、じゃあすぐにスッと始めるもんではないかなっていうところはあるんですよね。だからレンタルってものがあったりとか、あと体験ってものがあったりとかしてね、効果を実感するっていうものがあると思います。いずれにしてもいつアイデアを実行するかっていうのは、タイミングがすごく大事なんですけども、タイミングを遅らせれば遅らせるほどやるモチベーションが落ちていって、結局このチャンスの時にね、なかなか掴めないってことになってしまうのかなと思いますんで、そこはねちょっとね、せいではことを子孫じるって言葉もありますんで、バランスになってくるのかなと思いますね。これはもう本当個人個人の状況で判断するしかないと思います。で、将来的にはやっぱりこれも考えていかないといけないかなっていうところはね、十分あると思います。で、今回ねライブ放送を継続してしてくださってる方がついにね、同時視聴4人を達成したということで、チャンネル登録も14人になったっていうね、そういう連絡をいただきました。チャンネル登録10万人とか100万人を見慣れちゃっている視聴者さんから見ると、なんとも少ないレベルで喜んでんだなと思いますけども、あのヒカキンさんでもね、チャンネル登録が10人になった時に喜びの動画を撮ったりとかね、20人になった時に感謝の動画を撮ったりね、小刻みにやってるわけですよ。ですんで、少ない人数にいかに感謝できるかってところが、多い人数の時にもきちんサポートできるかってところにやっぱつながってると思うんだよね。で、逆に言うとやっぱり1000人とか2000人とかっていう視聴者さんを超えるとね、もうね、個別のサポートは不可能になってくるんで、本当なんかこうファンの方がね、まだ数十人っていう時だけなんですよ、濃いことができるの。で、
濃いファンを作ったらその方はチャンネル登録が1万人になろうが10万人になろうが、ね、100万人になろうがずっとついてってくれるんじゃないかなと思いますし、まあ、私がねよく見ている大人の教養 TV っていうねドンテレミ新井さんの番組があるんですけども、この人がまだチャンネル登録ね1000人もいない頃に私見に行ってるんですよ。でメンバーシップになってるんですよね。あとはねノブリンっていうね、まあ、日本全国各地の、まあ、廃墟とか商店街を紹介してくれる、まあ、若いね20代の男の子の番組があるんですけども、これもね私ねチャンネル登録がね100人ぐらいの時にチャンネル登録してずっとその頃からコメント入れたりとか見に行ったりとかしてるんで、やっぱねコメントを書いたりとかライブ放送で、ちょっとね励ましのメッセージを送るともうむちゃくちゃ意識してるくれるんですよね。まあ、それっていうのはファンの数が少ない時につながったからこそずっとチャンネル登録がね10万人になろうが100万人になろうが、まあ、大事にしてくれるっていうところのゆえんなのかなと思いますね。だから本当に少ないファンの時にいかに喜べるかっていう、このなんていうんですかね AKB じゃないですけどね、手配りでチケットを配ってる時に受け取ってくださったファンのことを忘れない気持ちでやればいいのかなと思います。そう考えていくとね最近 AKB って聞かないでしょ。いろんな原因があると思うんですけども、 AKB にしてもモームスにしてもね最初に売れないところから売れる軌道に乗せた初期のメンバーっていうのはやっぱり黄金期だったと思うんですよ。でそれを受け継いでもうそもそもね最初からお客さんがいる状態で乗っかった人っていうのは、まあ、だんだん衰退に力を貸していくことになってくるのかなと思うんで、まあ、やっぱりね黎明期が全てじゃないかなと思います。で、まあ、アイドルさんなんてのは黎明期にスタートしたメンバーっていうのは3年5年経ったらねもう中堅以上になってしまうんで卒業っていう措置にならざるを得ないんですけども、やっぱりこう育ちきったグループに途中から入ってくるメンバーっていうのは、まあ、これはこれでね人気を維持するのにものすごく難しいっていうかね、お客さんがゼロのところから10万人にした人の力っていうのはなかなかないですから、もともと10万人いるところにポンと入った人が10万人をじゃあ100万人にできますかって言ったらこれはまた別の力が必要ですからね。何でもだから流行りに乗っかっていいってもんではないんですよね。だからコロナ禍に流行った焼肉屋とか唐揚げ屋さんとかそれから無人の餃子屋さんっていうのは今倒産ラッシュが続いてるでしょ。あれっていうのは結局ねブームに乗るとそのぐらい崩壊が早いってことなんですよ。だから底力やっぱりつけておかないとその YouTube とかねこのインターネットによる情報発信っていうのも10年前っていうのもね群がるようにたくさんの人が参加したんですよ。でそのうちの私も一人だったんですけども、じゃあ今生き残ってる人って誰ですかって言ったら当時の有名人はほとんどいなくなりましたからね。でなんかねなんか派遣会社勤めたりとかねバイト探してるみたいなことがあるとちょっと切ないなってところもありますよ。はい、それで今後の放送ですけどもねより健康に物を寄せていきたいかなと思います。まあ、特に健康とストレスね、直近で私が考えてるのはストレスっていう作られた病気ですよね。もともとこれねびっくりしたことにね1960年代にストレスって言葉が初めて日本に持ち込まれたんですよ。でストレスってもののこの意味ってのが当時の日本人には分からなかったんです。だから繰り返し繰り返しメディアで寝不足はストレスから来てるとかね、それから食欲不振は寝不足からストレスから来てるとかね、で仕事に行きたくないなって月曜日感じるってことはそれはストレスなんですよとか言って、何でもかんでもストレスっていうわけの分かんないものに原因を放り込んだ結果、お医者さんとかカウンセラーの方がこれはストレスですよって言ったらねなんとなくみんな納得させられる雰囲気が出てきたんですよ。でそのストレスを解消するためにこの薬を飲みましょうとかこの施術を受けましょうっていうようなストレスビジネスっていうのが生まれてきたんですよ、ね、だからストレスビジネスっていうのは何かっていうとストレスをわざわざ作り出さないとそのビジネスが成り立たないっていうことになるんで、なんかこの複雑なものがあるわけですよね。で世の中からストレスがなくなったらストレスビジネスも消えてなくなるんで、だからストレスビジネスをやってる方はストレスがなくならないように顧客をリピーターにするっていうね、まあなんともねよくわかんない構造になってるわけですけど、この辺に切り込んでいってね皆さんに楽しんでいただこうかと思います。まあ、ちなみにストレスをはじめとするほとんどの病気や疾患、それから伝染病以外の何らかの肉体的、欠損というのはですね、欠損というのは四肢がなくなるとかっていうんじゃないですよ、ダメージっていうのはほとんどが四毒から来てるわけなんですよ。でこの四毒から来てるってことを一つの仮説として、まあ、私なりに広めた結果ね、やっぱりね改善するものが多かったっていうこのレポートもちょっとお知らせできるのかなと思います。
通常何らかのストレスですとか身体的な苦痛を感じた場合はサプリを飲んだり薬を飲んだり何らかの施術を受けたり誰かの治療を受けたりっていう風にプラスプラスプラスでやることが増えるはずなんですけども、私の主張している方法は逆です。引き算なんですよ。甘いものを取らないこと、ね、小麦粉を取らないことで、乳製品を取らないこと、油を使わないことで、こうするとね、あの料理の手間も減るし外食もシンプルになってくるし、それから食費がだんだんかからなくなるんですよ、ね、サラダ油なんてもう買わない家庭とかね、砂糖を買わない家庭がどんどん増えてくるんですよね。で病魔がどんどん去っていく、ストレスがなくなっていく、精神的なゆとりが出ていく、ぐっすり眠れるようになる、内臓が丈夫になる、ね、まあ、この辺にねちょっとね具体的に切り込んでいこうかなと思いますね。はい、じゃあ今回は以上でございます。よっしゃ、行きましょう。